お疲れ様です。ありがとうございます。暑くなってまいりました。そうですね、暑いよね今日なんか真夏日に近い、もう30度近い暑い日々になってきましたね。汗かくようになりましたね。もう夏です。はい。夏といえば思い出す。カブトムシ取りに来て。あ、やっぱそれですか。ああ。おお。いや今日ちょっと車で外出してたんですけど、森とかを見るたびに、あ、もういるんじゃないかなと思ってカブトムシやノコギリクワガタを捕まえに行きたい、はい、と思ってですね。運転しながらだよ。ああ、そろそろ今年も行こうかなとか言ったら、はぁって言われて、まあ当社の管理部門の総責任者の方がいらっしゃるじゃないですか。ああ、そうですね。おっかない方がいらっしゃるじゃないですか。あの方がですね、怒られます。いやいやいや、取ってくんのはいいけど、はい、誰が世話するの？あ、それはごもっとも思います。いやいやいや、それは僕も思います。確かにそう思う。ね、うん、そうなんだよね。もう、結構昔10年ぐらい前になるんですけど、結構昔は毎年カブトムシを取ってきてはそのお店にケースを置いといて、はい、あの来店したお子様にねプレゼントしてたんですよ。そう、小学生の方にはもうオスメスセットであげるよとかさ、はい、あの商用利用はできないんですよね、なんか資格とかないと。そうなんか生物生き物だからこれを売ったりするのはなんかちょっとまずいんだよね、はい、なんかそれは確認したんですけど、売るのもできないし、昔はだから、何近所の子供たちにサービスでプレゼントしてたと、はい、で結構喜ばれてたんだよね、はい、なんかその子供たちが買いたいからって言ってわざわざケースを持ってきてさ、それで喜んで持って帰ってたんだけど、はい、ここ数年はなぜか、カブトムシが欲しいですっていう子は全然来ない。そうですね、なんでだ、なんでこんなにもう虫とか飼わないのかな。まあそういう時代なんじゃないですか。やだよそんな時代、ちょっとみんなあんまり外出ないですからね。ねえ、いやでもみんなだって小学生も年明けですからね。まあそれでもね、まあ少しでも置いといてプレゼントしようと思ったけど、まだこのコロナ禍じゃないか。そうですね。で子供も本当に少ない、遊びに来てくれる子供たちも少ないし、なんか来店イベントとかもなんかちょっと打ちづらいから、どうしたらいい？俺カブトムシ取りに行くとか言いながら行って見るだけ？わあいるなーみたいな、今年もいっぱいいるなーみたいな。捕まえて、うん、今年も大きいなとか言ってで、キャッチアンドリリースかなんかするのかな。っていう感じなんですよね。はい、ジャックさんとね、あのカブトムシ取りとかも行きたいしさ、もうザリガニなんかも取り行きたいんだけどさ、取ってきてどうするんだって言われると困るもんね。そうですね。あ、ザリガニは食べれるからいいのか。ザリガニはあのジャックさん食べてたもんね、この間動画で。ああ、実は俺も食べたことあります。うん、あるの？はい。あ、美味しい。美味しくはないですけど、まあでもなんか普通にカニみたいな味した気が。カニ？なんかエビに似てるとか。エビだったかな。ちょっともう小学生の頃なんでちょっとあんまり覚えてないですけど、まあ甲殻類なんで似たような味するんじゃないですか、ね。まあ、そうだよね。まあまあまあそうだよな。あ、そう。まあでもどっちにしろカブトムシは食べれないから。まあダメですね。うん。だからカブトムシは実際すぐ近くにたくさんいるんです。はい。もうバチャバチャ捕まえられるんです。だけど捕まえても困るということなんで。どうしたらいいかな、よかったら皆さんのアイディアをコメントでください。でそれとは別にカブトムシ取りに行きたい、僕取りたいんだけどお家が都会すぎて、あでも東京都から来ると困る、県外から来られるとまた困る。入間市内だったらいいんですか。入間、埼玉県内だったら全然いいんですよ。埼玉県内から僕ん家の近所にカブトムシがいない、もしくはカブトムシを取る技術がないという人たちは希望があれば、よし、おじさんがカブトムシのいるところに連れてってあげるぞみたいな。とかあと夜ですよね。夜だね。だからあのほらちっちゃい子とかがちょっとあんまり一人だといけないんで、保護者の方が一緒がいいな。ああはい。小学生、中学生以上だったらいいけど、小学生の場合は保護者同伴が望ましいです。はい。1年生の子が一人でやってきて一緒にカブトムシをとか言われても、お知らない小学生と一緒に俺歩いてたら捕まるもんね。あ、まあ。逆、なんとか誘拐なんだっけ。どうなんですかね。ちょっとなんか、自分から来てもダメなんですかね。ちゃんと、わかんない。相手方はこっちがどういう人で、店の人間でっていうのは知ってる。車とか乗せるとなんかまずいよね。誘拐とか。あ、そうなんですか。確か、知らない、いや、知らないっていうか、その、関係のない小学生を。あ、へぇー。じゃないかな、わかんない。でもなんか最近、まあ、怖いですね。うるさいから、特に夜の公園を、その、小学生の手を引いて歩いてるみたいな。あ、ちょっとまずいかもしれないですね。まあね。うん。だから、まあ、保護者同伴が望ましいです。はい。保護者同伴だったらいくらでも僕、カブトムシ、仕方ないなとか言いながら、夜付き合いますんで、はい。はい。ぜひ、カブトムシ取りに行きましょう。ジャックさん、撮影、もし、今年も一緒に、ご希望でしたら、ぜひ、喜んでいきますんで、はい、はい。やりましょう。
ということなんで、捕まえてこないでって言われちゃったんで、ちょっと考えてるところです。はい。はい、カブトムシのシーズンやってきました。では。